観音寺市の佐伯昭弘市長に意見書を渡したのは、有識者や市民の代表で作る検討委員会の委員長らです。意見書には、施設に観音寺らしさを感じられる仕組みを取り入れることや、防災機能を備えた防災拠点にすることなどが盛り込まれています。市は4年後をめどに観音寺市豊浜町の調査会館に隣接する場所に、 およそ4ヘクタールの道の駅を整備する予定で、12月までに基本計画を策定するとしています。市外、県外、海外、インバンも含めた、交流の場となるような、四国の防災と拠点となるような場所づくりをしっかりとやっていかなければいけない。